はい、前回に引き続きまして SSD サンプラーテストマルチアウトをお送りいたします。すでに立ち上がっておりますが、こちらスティーブスレッドドラムスのプリセットより SSD4 プリセットデラックスヴィンテージで、面白そうなこのオールドゼップクラシック01というのを見つけました。この名前からするに、かのバンドの初期のレコーディングのサウンドを再現しているのではないかとこう期待しております。こんな感じですね。はい、それではまずこのままの状態で鳴らしてみたいと思います。これだけでも十分いけそうなんですが、まあ、今回のテーマはマルチアウトですので、まずこのミキサーからですねセッティングしていきます。キックはモノラルの9、スネアはモノラルの10で、タムタムは全部アウト1、ハイハットはアウト2にしまして、こちらのライト、シンバル系は全部オーバーヘッドと一緒にまとめておきます。スプラッシュも同じくで、こちらのオーバーヘッドですね、これが同様2チャンネル目ということで、で、あとですね設定してないのがこちらルームですね、これは3チャンネルということで、はい、それでこちらご覧いただいて、お分かりだと思うんですが、キック、スネア、タムタム、それぞれにオーバーヘッドへのこのブリードがついておりません。したがってこちらのオーバーヘッドマイクからはこの太鼓系のサウンドは出ておりません。まあ、この辺もチェックしていきたいと思いますので、それではですね、パラアウトの設定に移ります。こちら使用しているチャンネルが全部で5チャンネルになります。で、それぞれにネーミングしていきますが、それではパラアウトにした状態で聞いてみましょう。はい、これではですね、先ほどと全く同じサウンドになっております。何もこう変化を入れてませんので。はい、それではエフェクターを挿していきたいと思います。今回はスレートデジタルより出ております、バーチャルミックスラック。こちらをまず差し込みます。はい、立ち上がったところへ、まずスロットがこのタムタムですね。こちらをソロにしまして音を聞いてみましょう。この状態ですと何も変わっておりません。まず入れるのがこの VCC チャンネルですね。これはチャンネル、シミュレーター。要するに昔のコンソールですね。これをモデリングして、その効果を出すわけですよね。RC チューブ、これは私がよく使うものですが、ドライブを上げます。インプットもやや上げて、こんな感じですかね。はい。バイパス。はい、で次にイコライザーを入れます。はい、でこちらはねプリセットを使いたいと思います。はい、はい、いい感じですね。はい、はい、それでは続きましてどんどんいきたいと思いますが、コンプレッサースレッショルドを、下げていきます。20ぐらいがいいんではないでしょうか。次に、こちら、メイクアップを入れまして、はい、次に、このリバイバルですね。これ結構いろいろ使えますので、これですね、これ、こんな感じで上げていきます。ブワンブワンって感じですね。いいですね。で、最後に音量を整えるということで、このトリマーを入れます。かなりピークオーバーしてますので、6デシベルぐらいですかね。下げておきましょう。はい、バイパスです。はい。かなり変わりますね。はい、これで次のスロットルに行きますが、
とりあえずこの設定をそのままコピーしちゃいます。オーバーヘッドですね。でこちらのコンソールの方はあまりいじらずにですね、まずこのイコライザーですね、ここには太鼓芸の音が入ってないので思い切りこの辺の低音域はカットしちゃいましょう。 210K もいらないんで、でちょっと音が痩せ気味になっておりますので、こちら 1.5K あたりをやや上げておきます。こんな感じでどうですかね。でアタックはほぼゼロアタックにしちゃいまして、ミックス 100% ですね。はい、リバイバルはこの辺りで、これで聞き比べましょう。はい、こんな感じでいいと思います。はい、続きましてこれをそのままルームへコピーします。はい、ここはねちょっと思いっきり歪ませた方がその60年代後期のサウンドに近づけるのではないかと思います。であまり広域をクリアにしない方がいいんで、こちらはちょっと下げておきます。アタックもファーストアタックこの辺りにしておきまして、リリースは早くですね。でミックス 100%。 はい、聞き比べてみましょう。バイパスですね、ちょっと前に出た感じがありますので、ここからを下げましょう。はい、続きましてキック、最初にやったタムタムのコピーでいきたいと思います。結構このままでも使えそうですね。ちょっとブーミーなところがありますので、この 4K3K あたりをカットします。このあたりがいいですかね。はい、スローアタック、ファーストリリースでミックスはこの辺りにしましたね。でこれはあまり入れすぎない方がいいですね。はい、バイパスです。はい、そしたら今度はスネアですね。こちらのリバイバルの定義をマックスにします。この辺はそのままで 50% ぐらいにしておきましょうか。ドライブを効かせた状態で、こんな感じでどうですかね。聞き比べましょう。コラをもうちょっと上げて、はい、聞き比べましょう。うん、これでいいですね。はい、そしたらトータルで聞いてみましょう。まずはオールバイパスの状態でいきます。
あ、これではいけませんね。トータルですのでね。はい、それではトータルで聞きましょう。まずオールバイパスの状態です。はい、続きましてインサートオンの状態ですね。はい、いきます。はい、最後に、こちらですね、ミックスアウトのところへ何か入れときましょうか。同じくこれですね。でこちらへ、コンプレッサーですね。ドラムバスです。はい、これで仕上げといたします。それでは最後にもう一回聴いてみましょう。はい、ということで今回はこのオールドゼップバージョン、 SSD4 のオールドゼップバージョンをお送りいたしました。それでは失礼いたします。